汽車製造。記者製造は、1896年、明治29年から1972年、昭和47年まで存在した、鉄道車両メーカーである。正式名称は、記者製造合紙会社、1896年、記者製造株式会社、1912年会組織変更により、改称で、記者会社、記者製造会社などとも呼ばれた。 川崎重工業に吸収合併された。会社が消滅するまでは、現在の東京証券取引所に上場していた。日本の鉄道行政の黎明期を経営した井上勝が、1893年、明治26年3月に設立した、日本初の民間機関車メーカーである。井上は、鉄道庁長官を辞してゲアしたが、それを機に、長州藩の先輩である。 井上香織や、黒田長生、前田俊次、毛利五郎らの旧諸を岩崎久や、住友吉左衛門、渋沢栄一、安田善次郎らの実業界の有力者らに出資を、青木、1899年、明治32年7月、大阪市島屋に行った、現、この花区に開業した。当時の日本では、民間で、 機関車を製造したメーカーはなかったが、客車等を製造するメーカーとしては、平岡工場、三田製作所、東京石川島造船所、天野工場が4大メーカーで、その他にも中小メーカーが意外に多く存在した。技術と実績は平岡工場が一番であり、井上はそこから経営と製作に実績のある平岡博士を副社長として迎え、自らは社長の座についた。 技師長としては、トレビシック級の外国人を招兵する予定であったが、得られず、日本鉄道大宮工場の長谷川忠志が引き抜かれた。機関車の製造は、鉄道産業局新橋工場から、A8K タンク機関車の図面を借りることから始まった。これをして、海外製品のノックダウンメーカーとしての発足とする、見解もあるが、海外から一部の部品を輸入したといっても、 特段の契約があるわけでなく、そう断定するのは、無理がある。どんなメーカーでも、最初は、師匠の模倣から始まり、次第に、独自色を出していくのが情道である。鉄道作業局の A8 型を模倣した、製造番号1と2は、1900年、明治33年7月、同時に着工された。注水器や注油雪などの小物部品、道輪などがイギリスから輸入されたが、 製造メーカーは明らかでない。大手のダブスではなく、中小メーカーのナスミス・ウィルソンあたりではないかと推定されている。これらは納入先が決定しないまま着工されたが、製造途中で台湾総督府鉄道に納入されることになり、1901年、明治34年9月18日、1号機の試運転が実施され、完成検査は、 鉄道作業局神戸工場の森彦蔵が務めた。ただし、これは日本における民間工場製機関車第1号ではない。民間第1号は名古屋に設立された鉄道車両製造所製の車軸配置2から4から0、1バイト、型チンク機関車で1900年に完成し、徳島鉄道に納入された。後の国有化により、 鉄道員180型となった機関車である。しかし、この第1号機関車は台湾への輸送途中に海難事故によって失われ、非常に幸先の良くないスタートとなってしまった。大機となったのは、その保険金で製造したと言われる製造番号6で、こちらは1903年、明治36年に大阪で開催された第5海内国環業、博覧会に展示後、 台湾に送られた。この a 8系模倣の2から4から2、1バイト1、形タンク機は a 1 0系、あとの2 3 0系として、鉄道産業局へも納入れ、私鉄に納入されたものも含めて、1905年、明治38年までに51両が製造された。東京製作所で製造した車両は、同じ川駅から、総武本線。 越中島支線を D51 系牽引で発送されていた。記者製造は第二次世界大戦後自社開発の台車について KS で始まる形式を与えた。これらはその最初期から他社に先駆けてオイルダンパとコイルバネを併用した枕バネ機構を導入し、またヘビ行動抑止の手段としてボルスターアンカーをいち早く導入するなど戦後の日本における 高速電車用台車の研究開発では業界をリードする立場にあった。中でも高田高雄技師、当時の主導のもとで研究開発された空気バネ台車は新幹線を含む以後の日本の鉄道車両用台車設計に絶大な影響を及ぼした。この KS 型台車にはスイスのシンドラー車との技術提携によって導入された。 円筒案内式軸箱指示機構を備えるシンドラー、式台車、独自の構想により開発された防振ゴムによる簡素な軸箱指示機構単純な形状の革張りを備える軸箱両式の一自由度計、低コスト空気バネ台車であるエコノミカルトラック、エコノミカル台車など、特徴的かつ先進的な構造のものが多数含まれており、その大半は、 軽阪電気鉄道や軽阪神急行電鉄をはじめとする私鉄各社に納入された。また、日本初の実用空気バネ台車となった KS-50、左右の車輪を車軸で結合せず、それぞれ個別に回転可能とした自由回転車輪台車の KS-68、それに前代未聞の全アルミ製側張りを持つ KS-75 など、 京阪新急行電鉄時代から川崎重工業との合併まで重要な顧客であり続けた京阪電気鉄道の協力を得て多くの試作台車を世に送り出したことでも知られている。これらの汽車製造の独自設計に由来する台車群は1972年昭和47年の川崎重工業との合併後も生産と開発が継続した。もっとも 新規開発は、K 半3000系電車用 KS-132A を最後に、川崎工業の台車開発の本流である、キロワットナンバーの台車に引き継がれて、KS ナンバーでの開発を終了。生産も1978年、昭和53年3月春行の京阪 K 半1000系、最終編成用として納入されたエコノミカルトラの KS、KS-77A が、 最終形式となり、約4半世紀にわたった KS ナンバーを持つ台車の設計製作は終焉を迎えた。なお、台車の開発で、汽車製造にとって最大の競合相手であった、住友金属工業でも、路面電車用の KS-40J を、はじめケースを形式に関した台車が存在した。こちらは、住友家の歴代当主が襲名する名である、 住友吉左衛門のイニシャルに由来する名称である。もっとも1948年昭和23年以降は当時の社名であるクソ金属工から FS を形式の識別子として使用するようになっており、直接に形式番号の重複が問題になるようなケースは発生していない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。